桶川市は埼玉県の中東部に位置する市。人口は約7万4千人。古くは江戸時代の五街道の一つ中山道の宿場町、桶川宿として発展し、江戸時代に周辺部で栽培されていた紅花は桶川園児としてその名を知られ、最長地方に次いで2番目の収穫校を誇っていた。現在でも中山道には蔵造りの建物など、 宿場町の面影を残している。農業用地を残す一方で、近年は住宅地下も進行している。荒川埼玉県の中央部に位置し、地域の多くは大宮大地の上にある。最高点は北西部の海抜25メートル。市の中心を南北に国道17号、旧中線道、高崎線が通り、東西に埼玉県道12号川越栗橋線が通る。 可能地区には直下に中央構造線に関連する綾瀬川断層が存在する。市の西側、引群川島町との島地境付近に荒川、旧川畳村と旧桶川町との境に江川が流れ、市の東側、久喜市との市境に元荒川が流れる。また、旧桶川町に芝川の水源、揚げお町から分離、編入された。 旧大石村井戸木地区に鴨川の水源、旧加納村に綾瀬川の水源がある。桶川市という地方公共団体が成立する以前のことでも現在の市域内のことを記述する。現在の川田谷地区には荒川沿いに数多くの古墳や遺跡が発見されていて、川田谷古墳群と言われる。その中には原山古墳群や熊野神社古墳などがある。 熊野神社古墳は、大和政権の力が東に及んでいたことを示す、手がかりとして重要視されている。死の津にある滝きめ神社は、平安時代の縁起式に、その存在が書かれており、市内最古の神社と言われている。桶川という地名はこの頃から文献に現れ、里があったことが確認されている。しかし、桶川ではなく、桶川という表記もある。地名の由来は、 後の節を参照。古くから農産物の集産地であったために、人が集まり中仙道の宿場町として栄えた。現在の桶川市の中心部は、上尾市の北部を含めて桶川里と,と呼ばれていた。この辺りでは、紅花が栽培されていて、宿場の発展に重要な役割を果たしていた。宿場の歴史の詳細については、桶川塾の項目を参照。 立花町明治になると、時代の変化とともに中山道は衰退し、宿場としての役目も終え始める。紅花も輸入品や化学染料にとって変わられて衰退したが、宿場市が町の発展の中心となった。1883年に中山道に沿うように高崎線が付設され、1885年には桶川駅が設置された。1889年に、 町村制が施行され、桶川塾と隣接する三村により桶川町が成立する。同時に、現在の地域に、加納村、川田谷村、大石村が成立する。昭和の大合併時には、埼玉県により、近隣の十町村による合併案が示されたが主に、桶川町の反対により実現せず、1955年1月1日に、加納村、 3月10日に川田谷村とそれぞれ合併し、新たに桶川町が成立する。同年4月1日、旧大石村の大技井戸木浅子の地域が同年1月1日の合併により成立した上尾町から分離し、桶川町に編入された。翌日その一部を再び桶川町から分離、上尾町に編入し、現在に至る。旧上平村の大技城佐亭。 長老、他につも大技、井戸木の合併と、ほぼ同時期に、桶川町に編入合併の動きがあったが、実現しなかった。桶川表記が見られるのは、足利文献のみであり、桶川、桶川のどちらも当て字によるものと推測される。総人口は2011年1月1日の75,987人をピークに減少に転じている。 2008年10月1日、桶川地区の居住者人口が約5万人に対して、加納地区、川田屋地区の人口はそれぞれ1万7千人、7千人と、少なく、桶川地区に人口が集中している。桶川市役所急庁舎権の施設元荒川水、循環センターベニバナウォーク桶川東部工業団地、桶川市の町域は、昭和の大合併前の町村ごとに地区が分けられている。 昭和の大合併直後に編入された上尾町大技、井戸木は隣接する桶川地区に組み込まれている。郵便番号は市内全域が363から 00XX。市街地は高崎線、中線道、国道17号に沿う形で形成されている。桶川駅の西口には三井製規工業の工場があったが、駅西口再開発により川島町に移転した。 跡地は、ロータリーなどが整備され、パトリア桶川店の出店、パークタウンは神谷、駅西口公園の建設が先立って行われた。その後、ビュータワーを桶川、桶川市民ホール、埼玉文学館が建設された。幼稚園保育所小学校桶川西小学校、中学校高等学校専修学校公園駅、西口公園この他に、あと19カ所ある。 文化施設市民ホールと埼玉文学館が併設された建物。響きの森が相性。学習施設、スポーツ施設、清掃場、水道、警察消防市外局番は市内全域048。市内局番が 6XX、7XX、8XX の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は桶川局、揚尾局。 埼玉加納局 7XX から始まる市内局番は、桶川市と同じ NTT 東日本上尾、営業所管内に属する上尾市、稲町のほか、蓮田市、埼玉市は月区、春日部市で使用されている。また、高崎線北上尾駅が市の南部に、埼玉新都市交通稲線内宿駅が市の南東部に近接している。その他、 上越新幹線が大宮駅、熊谷駅間で当資を通過している。具体的な見通しはないが、第二産業道路が小町台まで延長される計画がある。紅花号タクシーの営業区域は、県南中央交通圏で、川口市、埼玉市、高野寿市、上尾市、戸田市などと同じエリアとなっている。中仙道宿場館紅花ふるさと館。 熊谷陸軍飛行学校桶川分教場、バナ祭りの紅花畑。ありがとうございます。